いらっしゃい。またどうぞ。ゆるキャラの中に入っていただけますか？お願いします。仕方ねえな。少しだけだぞ。ありがとうございます、みちおくん。俺はまだみちおじゃねえ、キリュウだ。キリュウさん、私はプロデューサーの広中と申します。よろしくお願いしますね。全員は急げ。まずは小野みちおくんの中に入りましょう。ではこちらへ。パーフェクト、ぴったりじゃないですか。なあ、やっぱりやめないか。何を言ってるんですか。こんなにサイズぴったりの人なかなかいませんよ。重いし暑いし息苦しいな。これは逃げ出したくなるのもわかる。まあそう言わずに。小野道夫君は尾道のシンボル、アイドル、象徴なのですから。大体このへんてこなキャラのどこが尾道を象徴してるんだ。見てわかりませんか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔。おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的食べ物、尾道ラーメンの帽子。美味しい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして小野みちおくんの名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。全てがこの美しき町小野みちを象徴している完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わないが。まあ大丈夫ですから、自信持ってください。かっこいいですよ、キリュウさん。いや、みちおくん。で、俺具体的に何をすればいいんだ。もうすぐ子供たちがやってくると思うので、まず最初はファンサービス、遊んであげてください。ただし、くれぐれもキャラクター性を乱すようなことはしないでくださいね。キャラクター性？尾道みちおくんは尾道に住む漁師という設定です。なので基本的に海を愛する渋い男のキャラです。この顔でか。そして言葉遣いですが、基本的に挨拶にはミチーをつけてください。ミチー、こんにちはミチー、よろしくミチーというような感じです。では練習してみましょう。よろしくミチー、さん、はい。よろしくミチー。そうですそうです、本番はもっと元気よくお願いしますね。それと何か困ったことがあった時に使う口癖が設定されています。困った時はおうのと言ってください。練習しましょう。3、はい。おうのエクセレント。ちなみに英語のおうのとおのがかかってます。しゃれてるでしょ。どう考えても滑ってるだろう。そして最後にもう一つだけあります。まだあるのかよ。なんだ。それは決めポーズです。決めポーズ。おのみちお。うわ、こんな感じでお願いします。登場の時や締める時に使うことが多いですね。やりたくないぜ。まあまあそう言わず、子供たちの笑顔のためですから。いきますよ。3、はい。おのみちお。キリュウさん、完璧ですよ。間違いない、あなたこそがおのみちおです。嬉しくねえよ。お、そろそろ子供たちが来る時間だ。じゃあそんな感じでよろしくお願いしますね。他の設定は結構ガバガバなんで、なんとなくそれっぽくしてもらえれば OK です。丸投げもいいとこだな。
どうなっても知らねえぞ。大丈夫、桐生さんこそが小野道夫です。お、来た、よろしくお願いしますね。わあ、小野道夫だ。すごい、本物だ。初めて見たよ、小野道夫くん。意外と人気あるじゃねえか。仕方ねえ、一肌脱ぐか。よう、ガキども、俺こそがチャーミングな八尺フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ小野トレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、小野道夫だ。楽しみてえやつだけかかってこい。おお、かっこいい。すごいぞ。セリフ完璧だね。まあこんなもんだ。よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前らよろしく、道。バーイ、よろしく、道。よろしく、道。やれやれ、ゆるキャラってのも大変なんだな。うお、みちおくん、おりゃおりゃ、ビシバシゲシバシ、おりゃおりゃ、へへへ、この野郎。オーノー、わーい、言ってくれた、言ってくれた。オーノー、なるほどな、これを言わせたいがための前振りだったわけか。遊んで遊んで、みちおくん。みちおくん、そろそろメインイベント、トークショーの時間ですよ。トークショー。そうです、そうです、ここからが本番。こっちに来てください。ああ。本日は小野道夫くんトークショーにご来場いただきありがとうございます。わあ、おい、こんなトークショーまであるなんて聞いてねえぞ。あれれ、言わなかったでしたっけ。いやいや、でも盛り上がってますね。どうすんだよ、小野道夫がどんな趣味嗜好かなんて俺知らねえぞ。大丈夫です、結構設定はガバガバですから、それっぽければいいのでお任せします。じゃあ僕は行きますんで、トークショー楽しみにしてます。くそ、後で覚えてろよ。それではご紹介しましょう、我が町のヒーロー、小野道夫くんです。道夫くん、うん、よろしく、道。今日は皆さんから道夫くんにいろんな質問をしてもらえればと思います。じゃあ質問したい人いるかな。はい、はいはいはい。じゃあそこの君、何でも聞いていい。ああ、可能な範囲で答えよう。道夫くんは好きな食べ物は何ですか。道夫くんが好きな食べ物みたいですね。どうですか、道夫くん。好きな食べ物か。尾道ラーメンだ、道。ああ、やっぱりそうなんだ。僕も尾道ラーメン大好き。よかったね。さあ次に質問したい人いるかな。はい、はいはいはい。じゃあ
そこの女の子。あの、私将来道夫くんのお嫁さんになりたいんですけど。ヒューヒューヒュー。道夫くんは彼女とかいるんですか？さあ、女の子からの大胆告白ですね。道夫くん、どうなのかな？付き合ってる女か。困ったな。どうするか。オーノー。ああ、道夫くんのオーノーが出ましたね。道夫くん、困ってるみたいですね。オーノー。あなたたち、うるせえんだよ。こんなとこでガキを集めてギャーギャーやりやがってよ。この辺は俺らの遊び場なんだよ。誰の許可取ってやってんだよ。なんだよあいつら。怖いよ。子供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。もっと怖くしてやろうか。ああ。助けて。おい。あ？なんだお前、ダッセーキャラだな。頭にラーメンつけてんのか。意味わかんねえ。流行んねえよそれ。俺もそれはそう思う。だがね、ガキ泣かせて生きがってるてめえらよりはダサかねえ。あ？なんだと？やんのか、ゆるキャラがよ。俺はゆるキャラだがな、てめえら見逃せるほどゆるかねえんだよ。面白い。おいお前ら、このゆるキャラぶっ殺すぞ。シゲさん、殺せ。ダラタン。覚えてねえなら覚えとけ。俺は尾道のゆるキャラ、尾道夫だ。尾道夫？なんでこんなゆるキャラが強えんだよ。ありえねえだろ。運が悪かったんだよ。お前ら今度ガキを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。分かったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。情けねえ連中だ。ああ、いや、その尾道夫は喧嘩が得意でな。かっこいい。すごい。え？超かっこよかったよ、道夫くん。すげえ。かっこいいよ、強い道夫くん。守ってくれてありがとう、道夫くん。かっこいい。そうか。ありがとうございました。本当にかっこよかったです。道夫くんはもはやゆるキャラじゃない、私たちを守ってくれるヒーローです。そんな大したもんじゃねえよ。俺は所詮何の変哲もないただのゆるキャラだ。みんな道夫くんにお礼を言いましょう。
どういたしまして、道。じゃあ最後、道夫君、締めてください。しょうがねえな。よし、行くぞ。チャーミングな八策フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたなういオノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、オノミチオだ。ミチオくん最高。いや、本当にありがとうございました。おかげさまでイベントは大成功でした。まったく、一時はどうなることかと思ったぜ。結果素が出ちまったが、あんな感じで大丈夫なのか。はい、逆に桐生さんの素の部分が融合して、道夫くんのキャラクター性が高まった気がします。実はさっきのイベント、ネットでも配信してたんですけど、すごいアクセス数なんです。こりゃ道夫くん絶対人気出ますよ。おお、それよかったな。はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。まあ、人生に一度くらいはこういう経験も悪くないかな。これから忙しくなりそうだぞ。じゃあ桐生さん、またよろしくお願いしますね。それでは。ああ、またな。また？